トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。魔法使いプリキュアリンクルストーンチャームネックレス2の方法を紹介したいと思います。今回6つ買ってきましたので一気に開封いたします。せーの、はい、結果はこのようになりました。リンクルストーンピンクトルマリンが3つ、そしてリンクルストーンサファイアが1つ、そしてリンクルストーンタンザナイトが1つ、そしてこのガシャポン限定のリンクルストーンモフルンが1つ当たりました。では説明書の方を見ていきましょう。リンクルストーンチャームネックレス2になってます。ラインナップはこのようになってますね。リンクルストーンサファイアチャームネックレス、リンクルストーンモフルン&リボンチャームネックレス、リンクルストーンタンザナイトチャームネックレス、リンクルストーンピンクトルマリンチャームネックレスの全4種となっております。では1つずつ見ていきましょう。まずはリンクルストーンサファイア、全体このようになっております。デラックス版と食玩版と比べるとこのような感じですね。左がデラックス版、真ん中が食玩版、そして右がガシャポン版となっております。色味に関してはやはりデラックス版の方は金メッキでできてますが、残りの食玩版とガシャポン版に関しては金色の塗装でできております。覗き穴の中身に関しては別の動画で紹介してますので、そちらの方をご覧ください。続いてピンクトルマリンの方を見ていきましょう。全体このようになっております。前回出た食玩版と比べてみると全く一緒ですね。覗き穴の中身に関しては別の動画で紹介してますので、そちらの方をご覧ください。ではここからが新しいリンクルストーンとなります。リンクルストーンタンザナイト、全体がこのようになっておりますね。周りをよく見ると月や星の形がたくさん造形されておりますね。とても綺麗です。そして真ん中に紫色した星と月がございますね。これはもちろんプラスチックパーツでできております。それでは覗き穴のギミックを見てみましょう。中を覗いてみると星マークが浮かび上がって見えますね。では続いてガシャポン限定のリンクルストーンモフルの方を見ていきましょう。全体このようになっておりますね。とても素敵なデザインになってますね。上にはモフルンがいて、真ん中にはハートマークがございますね。ハートマークはもちろんプラスチックパーツでできております。そして下には星マークがございますね。周りの塗装に関しては桃色のメッキでできてますね。とても綺麗です。では覗き穴のギミックを見てみましょう。中を覗いてみるとなんとモフルンが見えますね。ではお待たせしました。リンクルストーンチャームネックレス2全4種を変身モフルンとリンクルステッキを使って音声確認していきたいと思います。プリキュアかっこいい魔法、サファイア穏やかな気持ちのリンクル
法使いプリキュアリンクルストーンチャームネックレス2の方をご紹介いたしました。サファイアとリンクトルマリンに関しては食玩版とデラックス版と全く同じ音声でしたね。新しいリンクルストーンであるリンクルストーンタンザナイト、リンクルストーンモフルンは特殊な音声が入っておりましたね。特にリンクルステッキのモフルン大好きはピュアマジカルの方も入って欲しかったですね。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画お楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。トリプルナインのチャンネル登録はPC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。